Thank you.
かすかにアクアの声が聞こえた気がした。アクアは俺を助けるために。どうしてもっと早く話してくれなかったんだ。アクアが望んだことなんだ。たとえそうでも、もっと早く助けに行くべきだった。俺たちにも話してほしかった。うん。まあ待て、リク。王がアクアと再会した時でさえ、闇の世界へ行く方法を探すのは容易ではなかった。仮に行く方法を見つけたとして、アクアを無事に助けて戻れる力を持つ者はいなかった。だから私が禁じたのだ、語ることさえな。なぜ語ることも。知れば今のようにお前や何より空が無謀に乗り込もうとしただろう。でももう準備は整った。僕とリクトでアクアを探しに行こう。ああもちろんだ。うん。ちょっと見ない間に随分変わったね、リク。そうか。うん。なんだか空みたい。それ褒めてるのか。もう大人ぶるのはやめたんだ。心のままに自由でいたいと思ってる。確かに空っぽいな。でもリクはリクだよ。私も少しでも力になれればいいのですが、どうすれば。新たなキーブレード使い、カイリとリアのことは魔法使いマーリンに頼んである。リア？アクセルのことだよ。彼は人間に戻って空のことも助けてくれた。心配しなくていいよ。じゃあリク、僕たちも出発しよう。まずは闇の世界への入り口を探さないと。王よ、これを持って行きなさい。三人の妖精からの贈り物を預かっている。リクと二人分、闇に対抗する新たな衣だ。ありがとうございます。さあ行こう。ずいぶん遅かったけど、何してたの？秘密。ただいま。あれ、みんなは？みんなにはそれぞれ使命があってな、先に立ってもらった。なんだよ、挨拶もなしに。空が遅かったぞ。だから挨拶もなしで別れたくなかったんだよ。遅かったぞ。そうじゃなくて。まあまあ落ち着きなさい。ゼアノートを倒すには、悲しみの中で眠る者を再びこの地に迎えねばならない。これは最初に話したな。今回の承認試験は目覚めの力を手に入れる旅でもあった。だが空は最後に闇に飲まれたことで、新たに身につけた能力が完全ではない。さらにゼアノートの器とされかけたことで、これまで身につけた能力の多くが失われている。それは自覚しているのではないかな。大丈夫、いつものことだし。うん。リクが賢者アンセムから受け取った心を戻す手がかりとなるデータの解析もチップとデールに頼んである。これも大きな手助けとなるであろうが、何よりゼアノートの企みを阻止するには空の力が不可欠だ。空が心のままに進むことで、
七人の光の守護者が揃うであろう。まずは失った力を取り戻すのが先決だ。すべてを取り戻すことはできないだろうが、今回の承認試験で得ようとしていた目覚めの力だけは完全な状態にしなければならない。かつて失った力を取り戻したヒーローの元を訪ねてみるがよかろう。何かヒントが得られるかもしれん。ですね。うん。ねえ、神父様。僕たちも空と一緒に行きます。もちろんそのつもりだ。空を助けてやってくれ。ドナルド、グーフィー。空はマスターに闇じゃあったし。え？まさか落ちるなんてびっくりしたよね。おい、まだまだ一人前だぞ。僕たち三人で一人前だね。自分で言うなよ。仕方ないから、ついていってあげるよ。また楽しくなりそうだね。旅行じゃないんだぞ。出発だ。行ってきます。どうやって行けばいいんだ？よし、出発しちゃうだよ。前とは航路が変わってるみたい。イエンシッド様は空が心のままに進めって言ってたよね。そうだ、どっち？それ、考えてないでしょ。考えてるよ。何も浮かばないんだよ。前に行ったことがあるんだから、その友達のことを考えてみたら。じゃあ何にも浮かばないよね。浮かぶはずないよね。神が導く心のままに。え、何それ。これまで何度か旅立つとき、イエンシッド様が必ずボソッと言ってたよ。そうなの？聞いたことある？空耳だったのかな？鍵が導く心のままに。やってみるよ！よし、オリンポス目指して出発だ。